ーパーパワーシリーズもいよいよ盛り上がってまいりました。後楽園大会、これより30分一本勝負、石川隆対ジム・ガービンの一戦を迎えようとしております。先にリングで待ち受けますのが石川隆、そして軽快な音楽に乗りまして話題の人、ゴージャスジム・ガービン、その名の通りご覧ください、豪華なガウンであります。まさにビッグフレアも真っ青という、このラメの豪華なガウンをまとっての入場です。場内明るい雰囲気に包まれました。そしてご覧ください、女性マネージャープレシャスを同行しております。美人マネージャーリングに彩りを添えます。そしてこのデモンストレーションです。まさにこのアメリカナイズされたといいますか、アメリカのプロレスそのものを見ているようなショーアップぶりであります。ポーズを取ります、音楽に合わせて体を揺らします。女性マネージャープレシャスにご注目ください。はいつものように山田さんにお願いします。山田さん、今までとは全く変わったこのジム・ガービンですね。そうですね、面白いキャラクターの選手が登場してまいりましたね。はい、あのアメリカのマット界にはこういった女性マネージャーを起用しているという例がいくつかあるんですけれども、少なくとも全日本プロレスのリングでは初めてのことですね。石川隆選手が負けづらいと見ておりましたね。そうですね、ご覧ください、満員の後楽園のお客様の前でキスシーンです。ゴージャスジム・ガービン、そして女性マネージャープレシャスでした。石川選手がこれをじーっとあっけに取られて見ておりました。さあ両選手の紹介です。30分一本勝負を行います。180cm 110kg ジム・ガービンです。石川隆です。炎の旋風時です。これは山田さん、異色の対決になりましたね。そうですね、なかなかね、石川選手というのはご存知の通り、はい、大変に真面目な選手、まあ、純日本風とでも言いましょうかね。そうですね、その出身ですよね。とにかく一直線タイプというか、はい、自分の思った通りにファイトをしていく、ところがその一方のジム・ガービン、まあ、ご覧になったように大変にショーアップするタイプの選手。そうですね、ところが実際にはアマチュアレスリング出身であって、非常にですね、基本もしっかりしてるんですね。いやー、ちょっとポーズを作りまして腕立て伏せ行っているところ、石川が突っかけました。かなり石川の顔が好調しています。そうなんです、やはりね、ああいうショーアップをやり方をしたもんで、石川選手はちょっとカッときて入れ込んでるみたいですね。そうですね、ウォームアップのジム・ガービン、これを先に突っかけました石川。でもあまりカッカしちゃいけませんね。そうです、ドロップキック、オープニングヒットは角度の高いドロップキックでした。場外にモンデル打って倒れました。ジム・ガービンであります。しかし、まあ、ご覧ください。大げさですね。なかなかね、しかしこういうタイプの選手というのは油断はできないですよ。老怪ですからね。しかも、まあ、はい、フロリダ地区でも大変にいい成績を収めてますし、はい、テキサスのダラス地区に来てからもものすごい悪党人気ですからね。そうですね。このダラス地区におきましては、もう本当、不人気のナンバーワンといったこの人の右に出るものはいないそうですね。そうですね、不人気の人気という言葉がありますからね。はい、まあ、このアメリカのショーアップされたプロレスに比べますと、まだ日本は、1つ2つ1本も2本もちょっと遅れていると言っても仕方ないかもしれませんね。まあね、それは日本には日本のやり方というものがあるんで、はい、まあ、徐々にそういう方向に持っていくと。しかし最近の日本の選手はですね、なかなかコスチュームだとか、いろんなものに、来るようになったし、まあ、大体選手が出場してくるときに音楽を、ね、やるというのも、これ大変なショーアップですね。
そうですか。さあ、あの今右でパンチを見せましたね、石川選手、うん、この右でだいぶ回復したようですね。今日ね、傷の跡をね見せてもらいましたけれども、かなりまだ盛り上がってますけれども、はい、ほとんど完治したと言っていいでしょうね。膝塞がったようですね、はい、さあ、そしてボディスラムで投げておいてロープの最上段に登りました。そしてギロチンドロップ、大きくジムガービンの体がバウンドいたしました。覆いかぶされきます。カウント2。この石川隆、相撲出身なんですが、この飛び道具を持ってますからね。はい、今度は大技です。大変、ね、体が軽いですからね、動きがいいですよ。さあ、カウント2です。ガンガン攻めてほしい石川隆です。さあ、今度は首を取ってロープに振られたが、どうするか。反対側のロープ、バンドを使ってフライング。あっと、ボディひざすドロップに行ったようですが、ロープに、自分のね、喉ですか、はい、ぶつけましたね。ちょっと苦悶しております、うん、非常に激しい勢いで行きましたから、これは大きなミスですね。さあ、ここをすかさず攻めるか。抱え上げました。そのまま落とすか。よっと、そのまま地に下ろしてカウント3です。あ、今のかなりロープに打ったのが効いてるようですね。むしろ今の技よりも、はい、石川選手のその前のダメージで、ほとんど、そうですね、今場内のお客さんもあれという感じでありましたんですけれども、明日から、言葉を打ちつけるかと思ったんですが、そのままホールに行ったわけですね。ピンホールに取りましたね、はい。ちょっとあれという感じにの間にこのコールが決まってしまったんですが、結局8分3秒、エビ固めということになります。まあ、この石川選手、右手の負傷が癒えまして、一つのこのカムバック戦、今後を占う意味でも大事な試合だと思ったんですが、そうですね、しかし、自分の技があまりにも大きすぎて、はい、ちょっと目測が狂ってしまった。そうですね、あれは大変にミスショットでしたね、本当に。